そんなゲームでもあります。そして今日の日本はまさにベストメンバーです。日本が二次予選の最終戦を迎えています。日本対シリア、今日の審判、さあ試合が始まりました。今ワールドカップチャンスになる堂安、開いているのは久保、この2人が今日共演します。そして冨安が上がってきた、エンド、うまい冨安の上がりでしたが、ここは堂安を使う、左足クロスを上げてきました。まあ、やはり久保が持った時に冨安、はい、堂安、この2人がやっぱり久保、冨安で崩していくコンビネーションっていう形が見れるんじゃないかなと思います、はい、この辺りはやはり安定しています。遠藤航はしっかりとこのゲームを勝ち切ること、それがまずは大事だという話もしていました。実はシリアは今クーペル監督、アルゼンチン人の監督が率いていますが、スタメン11人中6人、そうですね、そこは見ものですよね、本当に。中にボールを預ける前が少し空いた、シュートを打ってきた、シリアがシュートを打ってきました。9番のアルソーマは代表のキャプテン、あれましたけどね、しっかりプレスに行ってますからね、まあ、もう少しちょっと寄せた方がいいかもしれませんけども、はいはい、今冨安がしっかりとコースは切ってきました。ゴールキーパーは大迫圭介、サンフレッチェ広島、町田が上がっていきます。そしてここには南のいいところ、中村得意なエリア、そして久保のシュート、いや小野さん素晴らしい形でしたね。そうですね、やっぱシュートの時にちょっとね、ディフェンスがアタック来てたので、それがちょっと気になってシュートが打ってしまったのかなというふうに思いますけど、はい、はい、いい形。そして注目のこの中村敬斗です。日本代表ここまで9試合で8ゴールは左サイドからの中村の持ち上がり、ここでクロスを選択、決めてたんで、松井さん、ありがとうございました。いいチャンスになります。いいボールが出てきました。久保が首を振りながら前に行く。そしてここには堂安だ。堂安仕掛けるか。堂安はレフティー持ち帰ってシュート。決まった。見事なシュートが決まりました。日本2点目は堂安に。なんてなったじゃないですか。ありましたね。その後に変えましたよね。キーパーの左を貫いたんでニアに。素晴らしいシュートでしたよね、はい、レフティーですから左に持ち帰ることはディフェンスも想定ないだと思うんですが、ここからこの間を小野さんかなり激しく動いてましたね。そうですよ ね、またこれがチャンスになる。久保が持っていく、ちょっとこのコースが変わって入りました。日本3点目。なんですかね、なんかこうやりたいことが全てできちゃってるような。そうですね、どうですか今松井さん、久保選手シュート打っても良かったんじゃないですか、はい、打ちたかったんでしょうけど、ちょっとパス選択しましたよ ね、なんか遠慮した感じありますけど、はい、ですね、あ13番のクローマに当たってますから、久保のゴールとなる3得点です。遠藤から縦に入れる、これも前が空いている上田綺世、シュート、今の狙いは久保が開いています。久保この位置、久保は縦に行くかどうか、仕掛けることもできますが、堂安を使うか、いや中を使った、シュート、いやワントラップ目が素晴らしかった、出ましたよね、もう自分でここに出すっていうねドリブルをしましたし、はい、まあ、ここからね落としてもらおうっていうね動きで多分もらいに行ったと思うんですけど、まあ、上田選手2点目のゴールを挙げている堂安、久保がもらいに行く、こういったところシリアは狙っていました。ハムのプレーですが、ハムは日本でのプレミアス、富安は高い位置を取っている、久保から空いている、さあチャンスになる、中村パスを出した、シュート
ちに行くかなと思いましたけど、やっぱりですね、ここで中村敬斗がシュートには行かずに南野を選択しました。リーグのモナコで2位に輝きました。そういったシーズンを過ごしてきています。ここはシリアのボールになります。またすぐねチャンピオンズリーグけども、チャンピオンズリーグの出場権を獲得しているモナコ。田中碧、ナイスボール、いいボールが出ました。上田が抜けた、上田が抜けた、ここはゴールキーパーが出ました。抜けてか、早かったですけどね、惜しかったですね。田中碧の今の久保からの自らは、はい、体勢を崩しながらのパスでしたが、クロスが上がってくる、徹底的にここはクロスを狙ってくるシリアです。そして久保がここはファウルありませんでした。さあシリアの後半、これ小野さん広く使ってますよね。そうですね。そしてここに南野がスペースを見つけた、中に戻した、後半だ、右足、いや左でここを出していきましたが、少し角度がなかった後半です。つけていきました。南野の動き良かったですね。やっぱワンタッチで返してくれる南野のね、それは本当にうまく使えている状況でしたね今はね。アジア相手でラインを作って、あとオフサイド、旗が上がっています。ここは見えてます。絶対に1点では終わらないという気持ちが伝わってきますね。小川航基2点取りましたから、俺は3点取るっていう気持ちを、はい、さあ日本コールが大きくなります。堂安のところ、これはファウルをもらいました。狭いエリアの勝負です。まずはここかわして、でこの、行こうと久保が中に入れる、最後板倉が入っていきましたが、3対0、3点を取って止め、その記録がかかった日本代表です。FIFA ワールドカップ2026から高い位置に位置を変えたことになります。そうですね、ワントップにツーシャドウという感じになるかもしれないですね、攻撃の時は。そうですね、攻撃は堂安、久保、上田、そして南野。さあここは遠藤がボールを取って、ファーサイド見えている、冨安落として堂安だ、シュート角度がない、しかしここはスペースがありませんでした。打ってもいますけども、いやそれにしても松井さん、はい、堂安は非常に状態がいいですね。ちょっとここは2人迷いました、冨安。ここで相手にファウルがありました。いや惜しい、はい、かなと思ったりしますよね。伊藤博樹、伊藤がここは切り返した、右足でシュートを打っていきました。レフティの伊藤博樹ですが、ここは思い切ってシュート、取りやすいなんかポジションになってしまったのかなという感じもするんですよね、はい、久保が仕掛けられるか、左足のアウトで中をね、堂安と中村がいたことによってサイドで起点作れたんですよ、はい、やっぱり 4-4 久保です。あ、ここは堂安です。堂安がボールを取ります。そしてシュート、振り抜いていきました。一人で行けるんで、まあでも右空いてましたからね、はい、まあでもねシュートが枠しっかり飛ばしますから。そうですね、はい、シュートで終わりたいですもんね、はい、やっぱ。そして海外組ヨーロッパの選手にとっては長いシーズン戦ってきても余っているが、やばい、自分で浮かせた、ファーサイドから、ファーサイドから南のヘディングしていきましたが、やっぱり後ろ足で持つことによって相手ディフェンダーはやっぱボール軸で見るんで、まあ、その時点で半歩前に出てるんでスタート先に切れるんですよね、はい、そこから切り返しと。いやそれにしても小野さん、はい、ファーサイドが見えてましたね。そうですね、まあ、南野選手も、ね、もう少しである印象がありますからね、はい、さあ日本追加点が欲しいところ、久保、ナイスボール、そして南野、南野がまた左足シュート。新さんこのことですよね、この時に。そうですね、この時見て、はいはい、合わせますねここでね、この、はい、ですからこの長いボールが入ってきます。
シュート、うん、最後はシリアシュートで終わりました。4番のハムです。もう一つクロスが上がってくる。南野ターンした。いやナイスパス。シュート、パスからここに南野、ここでそして上田綺世がここから、いや相手の足に当たりました。惜しかった。鎌田選手ヘディング、最後は町田。惜しいピッチ上の日本の選手たち。あっと最後ここに板倉が乗る形になりましたが、そうですね、はい、私もそうですし、やっぱ自分の相手をしっかりポジション見てですよね、はい、なんとここはフリップ側チャンスになる。堂安、堂安、堂安まだ持っている。いやー惜しい。相馬勇紀ここは決めることができませんでしたが、もう一つチャンスになる日本。上田、そして堂安、大外から、いや自分で打った。どこ見てるんですかね相手のやっぱ嫌なとこ、嫌なとこ。これは PK です。日本 PK 獲得。一人に耐えきれず、いいスルーパスだったんじゃないですか、はい、鎌田選手ですか、はい、鎌田からここは相馬勇紀。さあ日本ペナルティーキックを得ました。蹴んないですか、はい、この PK をしっかりと相馬勇紀が決めました。相馬勇紀は、相馬勇紀が自らもらった PK をしっかりと落ち着いて決めました。キーパーの逆を、ここはクロスが上がってくる。シュート、最後は板倉ですが、ここは小野さん、相馬が大きく蹴り出します。で自分でそのままボールを追っていく。そして日本ボールになります。気持ちが入っているプレーを相馬が見せています。ああいう選手がいてくれる。そして伊藤洋輝、鎌田はパスを選択。なんか見ててなんかアイデアを感じる、ね、シュート打つかなと思いきやパス出して、パス出して、イエローカードをもらった左足、ミドルシュートも持っています。縦にボールがちょっとここは合いませんでした。ハンドですか、ファールがあったようです。さあ今ここですね、最後ちょっと足がかかった形になりました。監督の期待というのもアグレッシブさ、そして何といってもシュートの魅力を挙げていました。鎌田選手危なかったですね。がっつり言ってたらちょっと2枚目出てるかもしれないですよ。すで、はい、にイエローカード1枚もらっている鎌田、うん、そして予選無失点の日本。ベリアスか、いやここはちょっと壁に当たります。アルフォーマが蹴ってきました。ファールはないという判定です。いやー鎌田選手いいですね。川村がアグレッシブに行く、後ろからボールを取った。日本、南野、南野、選手が取った後に南野選手、はい、いやついて決めましたね。そのシーンです。ここですよね。ここでボールを取って最後はシュート。コースも完璧だったんじゃないですか、はい、代表21ゴール目になる。今日本当にこの堂安からチャンスが生まれています。さあサイドよく見えていた。最後相馬勇紀です。いや今日相馬選手見てましたよね、はい、このパス。ここで今ちょっと手を挙げたんですよね。もう少しでしたね、はい、相馬も見てたんですか。相手のディフェンスラインが下がるんで、はい、中盤にちょっとスペースができるんですよね。ということは中盤の選手にとって本当にありがたい動きなんですよね、はい、めくりました。5対0の勝利です、はい、今シーズンヨーロッパの各クラブで結果を残して